はい、どうも皆さん、こんにちは、ソーガンゲームズでした。シャーということで、本日皆さん、タイトルにもあります通り、お知らせというか、お願いというか、皆様に、お伝えしなければならないことが一つございます。来たる4月11日ですね、もうあさってになりますね。はい、私、サワヤン、僕含めて弟もなんですけども、おそらくメインチャンネルでも、同じようなことを何らかの形でお伝えさせていただくことになると思うんですけども、ですね、おにぎりを、握ります。はい、外でおにぎりを握るんですけども、こちら、おにぎりを、まあ、ちょっとこれ説明難しいな。おにぎりを握るんですけども、誰と握るか、まず誰と握るかっていうのが、まず何のために握るか、何のためにおにぎりを握るかっていうと、おにぎりを握ってウクライナの、難民の子供たちの、支援になるように、おにぎりを握ってその、おにぎりを、皆さんに配ります。はい、4月11日に。で、まあ、詳細はちょっと全部動画概要に貼っとくんですけども、そちらおにぎりを握って、ウクライナの、難民の子供たちのために、日本、ユニセフ協会が、定めているウクライナ緊急募金に、その配ったおにぎりを、まあ、1個、1000円からという形で、皆様にお配りしたいと思います。実際に僕らがね、その場所に出向いて、おにぎりを握って、皆様に、来てくれた皆様にお配りしたいと思います。よろしくお願いします。第2ラウンドいきましょう。はい、ということで、ぜひ、一人でも、時間がですね、8時から、10時、僕が握って、10時から1時の間で皆様におにぎりをお配りする形になると思うんで、まあ、ぜひ、月曜日なんで多分来れる方も限られると思うんですけども、ぜひね、一人でも多くの、デスターに、来てもらって、一緒にこの、イベントに立ち会ってもらって、ウクライナのために、一つでも多くのことができればなと思っております。ぜひ皆さんよろしくお願いします。で、なぜこの、プロジェクトが、まあ、急遽決定したかというと、実は今回のこのプロジェクトを、まあ、代表する、プロジェクトの指導者というか、プロジェクトを、考案者、なんて言ったらいいんだろう、プロジェクトをやろうって言った方がですね、実は僕と、エリマネが、僕がエリマネにプロポーズをした4月2日に訪れた、レストラン、成沢というですね、世界、まあ、日本でも多分トップクラス、世界でも、本当にトップクラスに、まあ、有名なというか名の知れてるというか、本当に世界で最も影響力のあるシェフにも選ばれたことがある成沢、義弘さんが、オーナーシェフを、やっていらっしゃる、レストラン成沢というところがございまして、そこにですね、僕とエリマネが過去に一度、行ったことがございまして、まあ、その時にですね、その時に、まあ、僕のことを覚えてくださってて、で今回のこのウクライナの現状を、見て、自分にも何ができないかということをね、思ってくださり、今回このような形で、まあ、一緒に、協力し合ってこういったことをやることになりました。皆さん本当にぜひともね、本当にものすごい方と一緒にものすごい、まあ、母国のために少しでもね、プラスになるようなことができるということを決定したので、場所は確かね、青山の方なんですけども、一応詳細は全部動画概要欄貼っておきます。ぜひね、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、まず一人落としていく。さあ、ってことで、ちゃんと全部言ったかな。うん、本当に、これは、なかなか今までない形でのプロジェクトになると思うんで、本当に多分ね、かなりの多くの、あれ、落とせてないの？一人でも多くの方にね、来てもらって、実際に、まあ、この現状、そして、まあ、僕が普段ダイパーしてる手で、今度はおにぎりを握るというね、まあ、素敵な、ことが、できるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひとも、ね、ほんと来てもらって、盛り上げてもらって、うん、みんなと一緒におにぎりをね、母国のために、配ってあげて、あげたいんですけれども、さあ結構もう誰もいないね。うん、オッケーオッケー。さあ行きましょう。よいしょ、オッケー。さあこれで、この後多分決勝かな。決勝かな、多分この後。待ちなさい。あ、オッケー。あ、6人ね。オッケー。決勝進出した。はい、ということで決勝、クラウンマウンテンということで、あっという間だね。すぐ決勝来ちゃうから、この後もう一発やろうかな。うん、もう一発やって、うん、おにぎり4ユークレインのプロジェクトを少しでも多くの人に知ってもらおうと思います。よろしくお願いします。いやー、今までこうやってね、SNS 上で結構いろいろ発信してきたんですけども、今回は本当にその場に出向いて、まあ皆様とも直接触れ合える、機会もなると思うんで、一人でもね、多くの方に興味を持ってもらってね、まあ自分にできることを考えてもらって、やっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ行きましょう。おっと、こっちから行くしかない。いやー、これちょっとだいぶロスになっちゃったな。いや、ただ、オッケーオッケー。ぐだってるぐだってぐだって。完璧にぐだってて、俺が今1位で、
俺が今1位で、オッケーオッケーオッケー。で、これちゃんとかわして、うまい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 、うますぎる。うますぎる、うますぎる。すべてがうますぎる、すべてが完璧すぎる。で、これ完全に俺のとこに来るね。はい、僕の勝ちですね。対戦ありがとうございました。ドンカツ。あ、そうだ。で、もう一個ちょっと言い忘れたことがあるんですけども、今回、まあちょっとイベントに来てくれたデスターには申し訳ないんだけども、やはりこう、母国に対する思いであったりとか、そういったことが今回は最優先のプロジェクトになっておりますので、まあ個別の写真撮影であったりとかは、ちょっと今回控えさせていただきたい。よろしくお願いします。なんで本当に純粋な気持ちで、母国のためにという思いで来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、まずここ飛び乗って完璧。さあ、完璧な立ち回り。さあ、ここで起き上がっていただきたい。さあ、倒れるが大丈夫。あのバナ早いね。非常に早いバナが一匹いる。この加速を利用して、完璧な加速を利用して、飛び乗って、1位獲得と。あ、バナいた。1位じゃなかった。バナに煽られておりました。はい、てことで、ビツクショッツとやって、決勝やって、今日は終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。いや、マジで楽しみだな。いや、実際デスターとも直接会ったことって今までなかったし、初めて会う機会が、世界平和のために、そして母国のために会う機会であるということを、まあ、俺は、自分ながらにすごく嬉しく思ってるし、一人でも多くの人に会える、ことを楽しみにしてる。よろしくお願いします、皆さん。さあ、行きましょう。さあ、行きましょう。これ、こいつモサなんだよね。これモサ。金色の狼の尻尾してるんで、モサです。押されていく、押されていく。さあ、モサとコミュニケーションを取りながら、このモサに最後、勝たなければならない。かなり、ね、ハイレベルな、攻防が期待されます。この後決勝で。俺が負けなければの話なんだけど。さあ、結構ね、こういうね、ビツクショットで一番負けたくらいステージビツクショットだからね。さあ、ちゃんとここで決勝に、駒を進めていきたい。何が何でも。で、できればここでこいつをちょっと葬りたいって気持ちもあるんだけども、さすがにここでなんとか葬るのは結構難しい話。みんななんか踊ってんな。俺も踊る一緒に。こいつ、これもう押し出しちゃう。もううるさいから。踊るやつうるさい。うるさいやつは、さっさと葬る。冗談です。冗談です。さあ、てことで、あと4人か。まあ、これは多分誰もなくならないので、このまま決勝、13人とかの決勝になるのかな。13人だとヒヤヒヤロードがワンチャンありえるな、この後もう一発。もう一発ヒヤヒヤロードっていう選択肢もありえるんだけど、お前うるさい、踊らせない、アマンガス踊らせない、アマンガス踊らせない。さあ、踊らせないようにしといて。オッケーオッケー。おーっと、決勝来ました。ロストテンプルということで、運営ですね。はい、クラウンマウンテンの後はロストテンプル。さあ、果たして、2連ドンカツなるかという話になってきました。行きましょう、決めます。さあ、ロストテンプル、なんか久しぶりに動画で、決勝やるんじゃない、みんな。うん、楽しんでくれ、よろしく頼むぜ。さあ、あの王冠をおにぎりだと思っていくぜ。王冠見えないけど今。さあ、行きましょう。ほぼ運だからね、ほぼ運なんだけど。さあ、どっちか。あ、こっち開く。 OK、 開いてる。 OK、 まっすぐだね、まっすぐ右かな、これ。うわ、これ ルートほぼ決まった。ルート決まりましたね、これ。ルート完全に決まっております。いや、もうあいつ勝ちじゃん。